からよくその自分がこれ読む方法としてルー大柴理論っていうのをユー大柴法とかやってるんですけど、なんかイメージつきますね。トゥギャザー的な感じでこの読めない単語をこうとりあえず単語のまま発音しといて先進んで。はい、武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ。もう早いですね。あっという間ですね。この時期だとこう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。間に合わせるしかないよね。そうですね。やっぱり今までやってきたことを信じて、こう地道にやることが一番伸びると思うんで、はい、そのためにね、もし何か困ったことがあれば、まあ相談してもらえればということで、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は「受験相談 SOS」。野上先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、自分が知らない単語の推測力をつけるにはどうすればいいでしょうかという質問が来てます。これは英語だろうね、多分英語ですね。まあ参考書としてはこれを鍛えるためにやる練習として使う参考書として、一応その武田塾では速読英単語の上級を使ってみたらって話をよくするんですけど、単語の推測っていうのは逆に言うとその周りの情報が分かってるのかっていうのがまず大事じゃないですか。推測できる材料ないと推測できないじゃないですか。そうですね。だから話の流れ的に周りの文章を訳せて、でその中でこの話来るとしたらじゃあこれだよねみたいな分からなきゃいけないみたいなのがあるんだけど、あともう一個は推測しないとその問題解けないのかっていうところも結構大事なんですよ。逆に知らなくても解ける問題とかもあったりはしますよね。だから推測力をつけるっていう意味では一旦スルーする能力っても結構大事だと思うんですよ。要は置いておいて、後で分かることもあるじゃないですか。全体読み切った後にあこれこういう意味だったのかなみたいなことですかね。はい。だからよくその自分がこれ読む方法としてルー大柴理論っていうのをルー大柴法とかやってるんですけど、なんかイメージつきますね。なんか英単語のまま発音してそのままスルーして先進むっていう。ああなるほど。でもそれ結構いいですね。そっか。なんかそういう固有名詞だと思うぐらいの勢いで一旦とりあえずもうトゥギャザー的な感じでこの読めない単語をとりあえず単語のまま発音しといて先進んで、読めるとこだけこうガーって読んでって、あこういう話しててこの単語このタイミングで出てきてるってことは多分こういう意味かなんとなくこんな意味なんかなみたいな感じで予測するみたいな。なるほど。予測するみたいな感じかな。それめっちゃいいですね。使ってみようかな。だからそんな形でこう英単語のままとりあえず飛ばしてみたりとか、あとはもう前後の文章をきちっと訳していくっていうところで推測するのがいいんじゃないのかなっていうには思います。推測のコツとしてはこだわりすぎないことがやっぱり大事だと思いますね。とりあえず置いとくぐらいの気持ちですかね。出てきたタイミングで分かるとは限らないっていうのは結構ミソで、2回出てくることもあるしね。そここだわっちゃうと時間をロスになりますもんね。単語分かるイコールね点が取れるならいいんだけど、そうじゃないことの方が多いんで、あんまりこだわりすぎるのも要注意ですね。はい、はい、こんな感じでやっていきましょう。はい、はい、で今回の質問は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらから見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。